呼んでんのか。おお、近い。ねえねえ、おにぎりとかご飯ぐらいならあげてもいいのかな。ごま鮭が残ってる。絶対こいつらでもご飯欲しくて来てるよね。あー、触るな、俺に触るな。ごま鮭少しあげようか。あるの？あるの、おにぎり。なにここ。猫神社と名付けよう。俺に寄ってくるな、お前。あー、なんだ、続きをするな。なんだなんだ。鮭、しょっぱすぎんじゃないかな。お前食われるぞ。お風強えな。おい、スルーする。鮭スルーしやがるぞ。お前の笑い声にビビってるぞ。よし、ついてってみよう。わ、踏むぞ踏むぞ踏むぞ君ら。うわ、危ねえ。はーい、どこに連れて行かれるんだろう。野良じゃないよね。ん？なんでこの子はさ、こう頭突きをしてくるの？おお、なんかまた来た。なんか小屋あるね。ね、人住んでんのかな。それは謎だ。食べる。いや。ここで孤独死とかされてたら嫌じゃない。したら見つけてあげないと。かわいい。うん、近い近い。あれ、虫ついてんだ、こいつら。虫？ああ、まあそれはつくでしょう。びっくりしてんじゃねえか。うん、うん、うん。いやー、車入った途端こいつら寄ってきたな。びっくりしたな。ほら戻ろうぜ。それともお参りしていく。ここにね、ちっちゃい祠しかないよ。うん、参りはする気がない。あ、そう。不気味すぎんだろ。でも痩せてる感じはしないね。ね、人にめっちゃ慣れてんな、それにしても。
車食われるぞ、ほら。ああ。うわ、ずっとついてくるぞ、こいつ。距離も近いしな。うん、近い。あっちにいる。突撃してくるし、こいつ、俺に。ちゃんとついてきてるのか気にしてるし、こう、チラチラ。犬っぽいな。こいつらのボスはでかいからこれだろうな。ここまでか、君らのテリトリーは。バイバイ。